それまでは多少アバウトなボールコントロールだったんで、相手のプレッシャーの仕方によっては潰されたりとか、選択肢が本当は3つ持ってたのに1つしかなかったりとかだったんですけど、ボールコントロール、その止めることこだわったことで、毎回常に選択肢が今までよりも1個が2個増えるような状態にはなってったんで、自分の中で自覚しながら、もうその時からやってたなっていうのは、ガラッて変わってったんですよね。ボールを止めることで、それが合図になるし、で、その動き出しも自分がその止めてから蹴るまでのスピードコントロールすることで、いかように回せれるような、合わせることができるようになったし、また受け手の方も自分のその時間軸に合わせてくれることで、動き出しの質も変わってった。最初ね、すごいね、びっくりするようなアシスト結構多かったんですよ。確かに最初驚の。いたのいっぱいあった。結構この前どっかの番組でやってたんじゃない？ヨシトのアシストしたゴールが良かったみたいな。あれも、ボールはピタッて止まってるんだよね。もう止まることが分かって、よしとはボール見ないで走ってるよね。